朝鮮の金正恩第一書記は15日、平壌で開催された軍事パレードで演説し、初めて肉声を披露しました。パレードは金日成主席生誕100年を祝う行事で、金第一書記ら主要幹部が観閲しました。演説はおよそ20分行われ、金第一書記は金日成主席と金正日総書記が築いた自主先軍社会主義の道を進むことに最後の勝利があると述べ、軍重視の強硬路線継承を公式に宣言しました。そして最後の勝利に向かって進めと演説を締めくくりました。またパレードでは新型とみられる移動式の弾道ミサイルが公開されました。全長などから日本全土を射程に収める可能性があり、日本にとって脅威となる恐れもあります。パレードの終わりには戦闘機5機が編隊を組んでデモ飛行しました。北朝鮮では深刻な燃料不足などで、近年の軍事パレードではデモ飛行はありませんでした。今回のパレードは13日に長距離弾道ミサイル発射に失敗したことから、軍事力を誇示する狙いがあったとみられます。